あんた誰？お前が幼稚園に行くより前に見ていた特撮ヒーローじゃねえか。ねえ、一郎、二郎、三郎、四郎、五郎と来たな。六郎か？もっと上だ。十？もっと上だ。百？もっと上だ。千、万、億、兆？もっと上だ。計。なるほど、ロボット刑事系か。ということで、黄色いハンチング棒のゆっくり特殊機台系です。今でもこういうのを作ることがある、仮作者ハルキーです。お前、少し色がメタリックすぎるぞ。いいんだよ。幼い頃の記憶で色を選んでるんだからさ。で、話が変わりますが、今回も日本書紀の記念について解説します。話が変わりすぎだ。今回は忠愛天皇から仁徳天皇までの記念について考えますが、ま、言ってしまえば、日本書紀の記念を古事記法年間誌が示す年代に修正する作業です。じゃ、2.849 倍年齢を使えば、一発で解決じゃねえか。バカ野郎。それで終わらせてたまるかよ。記念を短くする方法はいろいろあるんだよ。例えば？今、あなたがやったように割るという方法。他に不自然に長い空白を削る方法。そして、間違って直列にしてしまったであろう記念を重ねるという方法。お前が携帯機でやった方法だな。そうです。しかし、枠さえ守れば中身の補正なんて論者のさじ加減じゃねえのか？そう言ってしまえば身も蓋もありませんが、正しく復元できたとき、見えてくる事実があると思うんですよ。だから僕はチャレンジするわけです。そして、このように動画で記録を残すわけです。なるほど。敗戦記録も貴重なデータというわけか。敗戦じゃねえわ。腐敗だわ。自己採点だからな。では、解説を始めます。よろしく頼む。そういや、幼児の頃、ハンチング棒を脱いでハゲ頭のロボット刑事系が出るシーンでいつもケタケタ笑ってた記憶があるわ。失敬な幼児だわ。忠愛天皇の時代。忠愛天皇の時代の復元はちょろいです。ほんとかよ。9年を7年にするだけですからね。おや、忠愛元年が聖武天皇の法4年になっているぞ。当年証言法。またまた使わせていただきました。先代の法4年から元年が始まるというあれだな。涙ぐましい努力だが、見事1年縮めたな。しかし、もう1年はどうやって縮めるのだ？それも簡単です。法4年とされる忠愛9年の前年に忠愛が死んだとすれば良いだけです。良いだけって、そんなに簡単にできるのかよ。忠愛天皇は前年に熊祖と戦っています。そして、日本書紀の一書によると忠愛天皇は熊祖との戦いで戦死とあります。おそらく朝廷は忠愛戦死の事実を伏せ、翌年、その死を大本営発表したと僕は考えました。なるほど。お前が言っていた、正しい記念復元ができた時に見えてくる事実とはこのことだったのだな。そうです。そして、他にもわかることがあります。二倍歴を前提にした記念復元は基本的にはできないということです。9年を7年にするのだからそりゃそうだろうよ。崇神天皇以降、2倍年齢があっても2倍歴がなかったとするなら、記念を半分にして復元できる箇所は、大君の年齢によって紡がれた記念の箇所のみということになります。ふむふむ。仮説としては面白いな。それにしても忠愛天皇って大和にはいない天皇なんだな。いきなり紡がに行くなんて、なんで？って感じだな。いきなり紡がではなくもともと紡がにいたんじゃないですか？王子たちが各地に報じられても不思議ではないと僕は思います。確かに紡がは幼少だもんな。では、次は神宮皇后の時代を復元します。神宮皇后の時代。神宮皇后の時代は69年間ありますが、僕はここに魔女幻想のようなものを感じます。お前、またもセリフが海猫の泣く頃にの影響を受けているぞ。普通の言葉で言うと、69年の間で彼女と結びつく史実は、せいぜい10年程度に思えるのです。そりゃ、忠愛から仁徳までを73年間に収めようとしているんだからさ。そうだろうよ。で、神宮皇后の時代の事件を僕なりにまとめると、こんな感じです。まず、忠愛9年に熊祖平定、橋浪氏中殺、田部楽姫中殺、三冠征伐を行っています。そして、年末に応神天皇が誕生し、翌年、鹿児坂の巫女、押熊の巫女の乱を平定します。で、この2年間で神宮皇后の活躍が全て終わってるじゃねえか。おそらくですが、神宮皇后伝承みたいなのが存在し、それをまんま取り込んだのかもしれません。実際、三冠征伐はかなりの幻想描写になっています。確かにな。で、先代の埋葬と、立体式辞は恒例的なイベントなので、
お決まりでこの位置なのか意味あってこの位置なのか、判断が難しいところですが、それはともかく、摂政期間が69年間とされた理由を考えると、神宮皇后の摂政開始時の年齢がわかっていたか、応神天皇の立太子と即位時の年齢がわかっていたか、そのどちらかでしょう。ま、日本書紀だって何か理由がなければ神宮皇后の在位期間が69年間になるよう神宮元年を決めないだろうからな。で、お前はどちらを知っていたと予想するのだ？僕はホムタの大きみ二人説だから応神天皇での説明は視聴者に混乱をきたしてしまいます。そうだったな。じゃ、神宮皇后の方でやってみろ。この手下も人使い荒いな。で、神宮皇后の没年齢は古事記、日本書紀とも200歳で、在位期間が69年なら、神宮皇后の摂政開始時の年齢は32歳。これらを2倍年齢から換算したものとするなら、16歳で摂政開始、35年間摂政して、50歳で崩御となるんでしょうね。ただ、これだと応神天皇の在位期間がなくなっちゃいます。古事記法年間史によると中愛崩御から応神崩御まで33年間だもんな。じゃ、神宮皇后の生前退位ってのはどうだ？僕はそれにプラスして、800もの仮説を考えています。ほんとかよ。ただ、それをいきなり言っても視聴者が混乱するので、これはおいおい説明するとして神宮皇后の記念説明を続けます。それが賢明だ。で、神宮46年から神宮52年までが、リアルな意味での三冠征伐です。漢詩からするとこれらの記事は、確かに西暦360年代、370年代だよな。その記事に登場する七支刀が、記念入りで、磯の神神宮から発見されてますからね。疑いようのない事実かと。ついでに言えば、364年には兵が退去して白木に侵入と、三国式にあります。数年程度の誤差はあるとして、結構辻褄が合っている気がします。ちなみに七支刀あたりの記事は、神宮46年以降ですが、神宮39年から神宮43年までは、卑弥呼の記事が、無理やり挿入されています。日本書紀の編纂者は卑弥呼イコール神宮皇后と考えたかったのだな。年代が120年も違うのに、昔から邪馬台国関連の解釈は強引です。お前、そんなことを言ったら、邪馬台国ミーハーに叩かれるぞ。それ以前にお前も結構強引だろうが。そんなのは記憶にございません。で、次のこの記事が謎です。神宮5年に白木王子の御子こちが逃亡しますが、これは本来418年の出来事です。赤き真実で宣言するなら、御子こち逃亡は、仁徳天皇の時代です。そういうの好きだな。しかし、日本書紀の元の記念でも漢詩が合わないとは謎だな。でも、配置すべき年代がわかっているから、記念が復元できた時、謎がすべて解けるかもしれません。そいつは楽しみだな。100年後の話かもしれませんが。待たせすぎだ。ところで神宮55年以降の記事は崩御年を除き、漢詩が間違いなく正しい記事です。つまり？他の文献からのコピペです。なるほど。だったら時に正しく、時に一巡ずれ、時に二巡ずれということだな。そうなります。なお、これらは百済王の即位関係の記事や百済期から引用の葛城の卒彦の記事ですが、今回は説明を割愛します。あ、忘れてました。266年の和の女王の記事だけは新書にある後の豊らしき女王の記事の引用です。ところで、この3年後に神宮皇后が崩御するのは日本書紀がそう設定したのかな？そうかもしれませんし、二巡ずれの389年に本当に神宮皇后が崩御したのかもしれません。お前はどう思うのだ？389年崩御はらしい数字に思えます。ただ一方で崩御するまで摂政するだろうかとは思っています。確かにな。で、神宮期についてはこれで満足か？いえ、一つ語り忘れています。神宮13年の角が参拝って何なんでしょうね？大使を角がに連れて行って化碑の神と名前を交換したってやつだろ？大バカ野郎。そのくらい知ってるわ。この記事こそリアル立体式事とか成人式とか何かあるのかなってことだよ。そうだな。三冠征伐の伝説成立から考えて、360年代、370年代は必ず神宮皇后が摂政したはず。一方でそれ以降は神宮皇后が摂政していなくても何の問題もないから。ここが神宮皇后が生前上位した場合の上限ってところじゃないのか？超バカ野郎。正論言うんじゃねえよ。僕のセリフがなくなるじゃねえか。正論言って怒られるのかよ。この一人夫人だわ。で、
本来ならここから応仁天皇の時代となりますが、先に仁徳天皇の時代から解説します。なんでだよ。仁徳天皇の時代も難解ですが、それ以上に応仁天皇の時代は手が余るからです。なるほどだ。仁徳天皇の時代。で、これが僕が復元した仁徳天皇の時代です。おい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 、2年の空位はどうした？2年の空位くらい多めに見ろよ。開き直るその態度が気に入らないと言われるぞ。でも、僕の記念復元、空位の有無まで確定できるような代物でもないので、そんなのはおいおいって感じです。で、結構並べたな。記念を4分割して並べたのか。違います。日本書紀の編纂者の方が並行する記念を直列に繋いでしまったのです。物は異様だな。例えば、仁徳天皇の時代の最後の2つの記念。仁徳67年に領地を定め、仁徳87年に仁徳天皇崩御って、そんなわけないじゃないですか。20年間何もないなんて変すぎます。確かに領地を選定してから埋葬するまで20年間といった伝承をそのままくっつけたようにも見えるな。僕は全体的に記念が伸びてしまう理由を3つ考えています。じゃ、言ってみろよ。まず1つ目は2倍程度の年齢と辻褄合わせするため。これによって不自然な空白年が生じたものと考えます。確かに年齢が2倍で記念だけ通常なら破綻するもんな。2つ目は記事の重複、ないし、並行する期間を直列に繋いだため。言われてみれば似たような記事を時折見かけるが、まさか同梱の記事もあるというのか。僕はあると考えています。根拠は？勘です。そして、3つ目の理由は、神宮皇后を卑弥呼にしてしまったから記念が伸びることが都合が良いためです。確かに120年もの記念延長をする必要があるから、伸びる方向への勘違いは大歓迎ってことになるのかもな。では、応仁崩御翌年の395年をまずは仁徳元年として解説を始めます。よろしく頼む。で、古事記における仁徳天皇の年齢を2倍年齢で数えると、395年に仁徳天皇は9歳ということになります。じゃ、もっと後ろにずらせよ。いくらなんでも若すぎだろ。でも、それらしい理由もなしに後ろになんてずらせませんよ。だからここには空位があるだろうが、効率よく使えよ。ち、では2年の空位を認め、仕切り直します。11歳で即位ってのも若すぎる気がするがとりあえず続けろ。はい。即位、立候、課税廃止、課税再開など、国内記事はこの際どうでもよくて。どうでもよいのかよ。こういうのは記念復元では何とでも言えちゃいますからね。確かにさっきみたいに年齢で制限をかけるのが関の山だからな。気になるのは海外との関係記事です。ところでこの時代はどんな時代かご存知ですか？何か特別な時代だったっけ？391年から404年までは、百済新羅をめぐって和と高句麗が争った航海道王妃の時代でもあります。確かにそんな時代だったな。そして、航海道は412年に降居し、413年に高句麗と和は一緒に秦に朝貢するから、これが記念復元する際に参考になり得ると考えています。例えば？仁徳12年に高句麗が朝貢し、献上した鉄盾を幾波の戸田の宿願い抜くという反高句麗的な記事になっていますが、こういうのは仲良く秦に朝貢する413年より前と考えられますし、先ほどの年齢制限で記念自体を前にずらせないなら、この記事が配置できる範囲はかなり絞られる。そういう考え方もできるかと。確かにそういうのも記念復元のテクニックかもな。ちなみに海外の記事を列挙すると、395年に紀の綱の宿根が百済の鎮佐湾の無礼を攻め、鎮佐湾が行方不明となって降居したため、亜神湾を建てます。和はそんなにがっつり百済の王権に絡むのかよ。絡みます。そして、396年に百済は高句麗に攻められ弟を高句麗に人質に差し出します。すると397年に百済は和に怒られ、大使を和に人質に出します。また、和が百済の刀刊などの血を奪取します。この記事が仁徳41年の、紀の綱の宿根を百済に派遣し国境を定めたといった記事と、重なると僕は予想しています。お主、そういうところ抜かりないというか微妙に調整しておるのう。そこが記念復元の楽しみ方の一つなので、で、百済側と通じたということで399年に高句麗が派兵を考えます。しかし、その時、我が新羅を攻撃したので高句麗は新羅に救援を派遣します。400年に新羅の首都を包囲していた我が退却します。ちなみに阿智の海のふるさとである安羅は我側で戦っています。
そして、402年に白木川に人質を差し出し、404年に我が大砲まで攻めています。すごい時代だな。ところでこのように記事を並列に戻したとき、漫画の包み関係の記事が並ぶから不思議です。奇跡だわ。ちなみに仁徳50年の方は竹内宿根の最後の登場回です。そして、仁徳53年に竹長谷を白木に派遣し、竹長谷は白木の四遊の人民を奪取します。この記念復元では409年の出来事になりますが、三国式では407年に我が白木の人民を連れ去ってます。また、この記念復元では高句麗と呉が414年に朝貢しますが、実際は413年に和と高句麗が呉こと宋に朝貢しています。数年の誤差だけで奇跡の一致だわ。ま、記念を四分して並列にすること自体大きな仮説で、その一つのグループ内の記事が正しく年次を刻むことも、保証のある話でもないので、数年の誤差程度はあまり気にしていません。その割り切り、ある意味見事だ。で、難解なのがこの緑のグループ。八田の姫巫女の物語だな。なんで難解なんだ？こういった女性関係のドロドロしたものを果たして僕が解説できるか自信がありません。なるほどな。しかし、どうして立功の記念と八田の姫巫女を召すことを提案する記念とを合わせたのだ？その方がドロドロ感をお楽しみいただけるかと。お前、十分に変態ソムリエじゃねえか。そんなもん、ご賞味いただいてんじゃねえよ。しかし、岩の姫の反対で、八田の姫巫女を召すまでに8年かかりますが、その間事件がない方が変です。課税をやめたり、海外遠征をしたり、いろいろあったはずだとお前は予想するわけだな。そうです。ちなみにこの頃に課税をやめ、土木工事も行わなかったのは海外遠征に国力を注いでいたからと僕は予想しています。なるほど。国民が疲弊していたのは海外遠征が多すぎたからというわけだな。だったら課税をやめたことで成人というよりはそういった状態に至らしめたことが極悪じゃねえか。それが政治というものです。達観した物言いだな。これでも政治の本は幾分か読んでいるので、例えば、歴史劇画大宰相とか疾風の隼人とか角栄に花束とか昭和天皇物語とか、全部漫画じゃねえか。で、八田の姫巫女を召したことで起こった岩の姫は実家を目指し、翌年、李忠天皇を立太子させ、岩の姫は筒木で皇居し、先立浪子墳群に埋葬され、八田の姫巫女が皇后となります。これで一連のスキャンダル歌物語は終わるわけだな。それではダメだな。全然ダメだぜ。なんでだよ。ゲロカス度が足りません。八田の姫巫女を皇后にしたらその道母米を手に入れようとするのが王道です。げっすぎるわ。そして、目取りの姫巫女を手に入れようとするも異母帝のはやぶさ家の巫女がこれを寝取り、怒った仁徳が二人をぶっ殺し、目取りの姫巫女の遺体から装飾品を部下が盗み、八田皇后がそれに気づいてその部下をぶっ殺して物語は完璧です。さすがは変態ソムリエ。一連の物語の味わいどころを把握しての解説だったな。勝手に変態ソムリエにしてんじゃねえよ。で、僕が言いたかったことは、20年間こんなスキャンダルな歴史だけってことなんてあるわけないだろってことです。一連の解説は自身の平行説を唱えるためだったのか。てっきり俺は好きでやっているかと思ってた。ま、有楽天皇のわらわきみネタや赤い子ネタも好きですけどね。あと、きびの若姫ネタも。存分にゴシップ好きだったわ。では、最後に残した応仁天皇だな。俺も本気を出すぜ。とう。ケタ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 。2歳の頃から笑うツボが一緒かよ。三つ子の魂100までって言いますからね。応仁天皇の時代。まずはお前の二人のホムダ説について説明しろ。はい。僕が言う二人のホムダの大きみとは、ホムダマワカノミコと応仁天皇のことです。景行天皇には三人の皇太子がいましたが、一人目が忠愛天皇の父である大和たけるのみこと、二人目が聖武天皇、三人目がホムダマワカノミコの父である伊予桐彦のみこです。それぞれの子孫が大王になったから三人の皇太子の伝説が生まれたと僕は予想しました。ホムダマワカノミコが大王になったとお前が考える理由の一つだな。そうです。そして、生まれたての応仁天皇に皇位が約束され、その母が摂政を続けるなんて難しいと考えました。確かにレアなケースだ。それから2倍年齢でおかしな箇所は有楽天皇と応仁天皇ですが、応仁天皇は古事記法年間史に従えば、362年に生まれ、394年に崩御したから没年齢が33歳のはずなのに、古事記では130歳と記されています。
2倍年齢で考えても65歳なので合いません。これはホムダマワカノミコの年齢と取り違えているのではないかと僕は予想しました。お前のように制約を持って記念を考えないならどうでも良い話ではあるがな。それと古墳で考えたとき、大王一人分、長居大古墳が余るので大王がもう一人いるぞと僕は疑っていました。それもまた興味深くはあるな。ちなみに王神天皇はホムダマワカノミコの娘婿だから、そういう点では若き王神天皇の後見人にふさわしいわけで、神宮皇后に代わって王神天皇の摂政をしたり、中継ぎとして即位したとしても別に不思議ではないです。それに同じホムダとホムダですからね。この点から二人がごっちゃになってもこれまた不思議ではないです。といった仮説も加え、お前の記念復元の披露だな。では、王神天皇の記念を披露します。お、今度は横並びじゃないな。並列にはできなかったんだよ。ある意味、違和感ない記念だしさ。じゃ、どうするんだよ。そこで僕はコキペではない海外記事を探し、それらの記事がいつの時代かを予測することにしました。結果だけを言えば、王神20年に足の海が来庁し、以降、高句麗朝貢に対し、反高句麗的な姿勢を示し、やがて足の海を南中国に派遣し、足の海が帰国するあたりの記事は、本来、仁徳天皇の時代に入れるべきであろうと判断しました。とりあえずこれがお前の見解ということだな。はい。僕の政治学的、歴史学的判断。もっと簡潔に言え。勘です。正直でよろしい。で、前半は？今から説明します。漢詩に準ずれなら王神元年は390年。さらに当年正元法なら389年。古事記法年漢詩によると、法4年は394年。これはこのまま王神天皇の時代としました。でも、12年ほど余ったぞ。これらの記事は実は王神天皇の時代よりも前じゃないかと僕は予想しました。どうして？もし、400年に近い時代だったら竹内の宿根が弟に残言されるかなと。確かに棺桶に両足突っ込んでいる頃だな。だから375年頃としたわけか。で、神宮皇后の時代に重ねたものがこうなります。そういうオチだったというわけか。角が参拝の時点で、神宮皇后としての活躍は終わっているみたいなことを言っていたな。角が参拝以降、王神天皇の時代が始まったとしてもよし、これをホムタマワカノキミの時代としてもよし、この難しい時代をこんな感じで解釈してみました。壮大な妄想ではあったが、一研究家の試行錯誤ぶりを描いた動画としてはいいんじゃねえか？ま、今後研究する人に何か示せたら御の字なのかもしれませんね。ではでは。